はい、こんにちは。今日はですね、私の自転車の思い出を皆さんにお伝えしたいと思います。私が初めて自転車乗ったのは小学校6年生だったんですけれど、すっごく下手で、もう夏休み1ヶ月かけて自転車1台をダメにし、高校の時は自転車で通ってたんですけど、やっぱり八百屋さんに突っ込んだりとか、いろいろと膝がもう血だらけだったりとか、もういろんなね、そういう思い出はありましたが、もうしまいには子供が生まれて、ここに子供を乗っけて走って、たった確かね3キロぐらいしか走ってないんですけど、記念写真を撮る始末でした。それがですね、やっぱり少しずつですけど乗り始めると、だんだん面白くなってきて、いろんなところに行ってきました。一番印象的だったのが、いくらをママチャリで登ったのと、あと琵琶湖です。そんな感じです。皆さんもぜひ自転車に乗ってみてください。それでは良い一日を過ごしください。どうもありがとうございました。おー、いい天気だ。いってらっしゃい。かなり異様でしょ。確かに。イロハ坂、十分イロハ坂だろ。もう十分イロハ坂だよ。イロハ坂疲れ。よくここまで登りました。いや、これはきついって。これはきついって。すごいよ。よくママチャリ来たよ。これから登山ですか。我々のスタート地点だ。イエス。これから登山だ、サクッと。登山ボードに入りました。行くよ。お疲れ。よし、行きます。頂上です。頂上です。くぐりください。すごいな。うわ、高っ。行きましょう。 OK? 立場 OK? OK。 4時だ、ちょうど4時ちょうど。よし、でも1時間下ってたんだ、うん、それ手しびれるわな。でも確かにあれだね、握力なくなるって。うん、それで突っ込む。はい、お疲れ様でした。はい、時間6時半。おはようございます。おはようございます。はい、今日は、道の駅草津より、はい、どこまで。彦根まで。頑張りましょう。あと60キロちょい。今日昼過ぎにはゴールできたらラッキー。よいしょ、よし、頑張れ、行くぞ。おう、はい、準備 OK。 絶対あれだもんね、あの諏訪富士とか、なんかそういう近江富士とか名前ついてんだろうな。絶対富士ってつくなの、形はね。形はね。多分ね。ここでなぜかソフト。いや、見てください。ちょっと痛い。どうですか、マチア。はい、まだ頑張るよ。頑張っていきましょう。サイクリングロードじゃないらしい、こっち。元気元気。はい、見てみ。何がある？城。あれがゴールです。はい。ゴールです。琵琶湖一周。達成しました。今の時間は何分ですか？あ、じゃあもうほんとちょうど2日間だ。丸2日。おとと、でもおとといが丸、でもほんと丸2日だ。いやお疲れ様でした。やったー、なんかやったーっていうよりもふーって感じだね。いやー、これでゆっくり。いやー、お疲れ。ゆーやったー、久しぶり。やったー。あ、じゃあ刺し取って。よっしゃ、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 よっ
じゃあ、さっきのタクシャ、はい。よし、やだー、クリアー、達成しました、達成しました、あー、シューズレー、はい。